どうも皆さんおはようございます。工藤です。1月24日の月曜日朝の8時38分です。はい、おはようございます。はい、いやまた月曜日がね始まりましたね。私は今日ね学校の仕事が今日と明日入ってますので、はい、また今週も頑張っていこうかなと思います。で、今週は、月火仕事入って、水曜日も仕事、木曜日も入ってるっちゃ入ってるんだな。入ってますが、今週は特にどこにも出かける予定はないので、仕事にも集中できるのかなと思います。はい、で、そうですね、で、今日のこの配信では、なんか大きなネタがあるわけではないんだけど、なんか細々としたちょっとエンタメ情報をいくつかお話ししていこうかなと思います。はい、まず一つがね、もう今本当ついさっき見たばっかの情報なんだけど、プレイステーションの新しい新 CM が、公開されましたね。米津玄師さんとコラボした新 CM で、米津さんの新曲かな、ポップソングっていう曲となんかコラボしたプレイステーションの新 CM、 なんか遊びのない世界なんてっていう、タイトルがついていて、プレイステーションジャパンさんとか他のプレイステーションの世界向けのワールドワイド向けのCM ではないのかな、もしかしたら日本だけかな。が、1月23日昨日公開されたんだね。私はテレビ CM 見ないのであれですけど、はい、が公開されています。はい、米津さんね、30秒しかないんでチラッと見させてもらったんですけど、なんかすごかったですね。はい、なんかものすごい格好した米津さんがなんかね、くね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 しながらなんか大量の兵士たちとなんか戦ってるんだかなんだかよくわかんないんだけど、そんな CM でした。はい、プレイステーション5のね、コントローラーなんかも出てきて、CM はいいんだけど、いつになったら私はプレイステーション5で遊べるようになるのか、ね、これも言い忘れてたんだけど、年末にゲオの、プレイステーション5の抽選に応募してたんですよ。はい、で1月の8日くらいまでになんか当たってたら連絡するとかどうとかっていう風に連絡というか、なってたんですけど、結局何の連絡も音沙汰もなく、外れたということでしょう。ゲオの抽選も何回応募した、もう6回くらい応募してんじゃないか。多分ね、もう一向に当たらないからね。で、今はですね、また一つ応募していて、抽選の結果待ちっちゃう結果待ちなんだけど、ヤマダ電機さん、1月のね、いつだったかな、16とかなんかその辺の15、16とかに確かやってたんだよね。2日間ぐらい限定だったかな。そう、確か土日だよね。でやってて、たまたま見つけたんで、また応募しました。はい、で1月28日までに、連絡が来るというふうに言われてるので、今週の金曜日かね。当たらないだろうけどね、いつになったら本当にね手に入るんだろうね。多分当たらないと思いますけど、一応今週それをね糧に頑張ろうかなとは思うけど、ここまで来ると別にプレステ5いいのかなって思ったりもしますけどね。それこそプレイステーション、これも話したけど、プレイステーションプラスの新しいサブスクリプションプランみたいなね、プレイステーションナウとこう統合されるみたいな話もあって、いろんなソフトをストリーミングで
遊べるようになるっていうふうにもなんか言われたりしてますので、はい、なんかそっちのサービスがねこうどんどんこう拡充されてって、ね、新作のソフトとかもなんか定額でなんか遊べるとかってなったら、またそれはねもうプレイステーション5いらねえなってなるんだけど、うん、まあまだまだ先の話かなと思いますんでね、プレステ5欲しいなとは思うけど、なんかちょっと熱冷めてきたりもしてるかな、はい、ね、結構ねその抽選応募去年に発売されて、で応募しまくって、であれ一番最初のあのアマゾンとか楽天のあの戦いに負けて、でその後抽選が始まって抽選応募して全然ダメで一旦熱が冷めてみたいなことをね何回も繰り返してるんだけどね、うん、まあ分かんない、世間の熱がどうなのかも分からないけど、私もね、まあ、ちょっと冷めてるような感じはするね。でもね、うん、まあ別にプレステ5専用のソフトもそんなにまだないし、うん、ラチェット&クランクとかだったかな、ちょっとやってみたかったけどプレステ5で遊べなかったソフトっていうのは、うん、大体プレステ4でも出たりするんで、まあ、そこまで困ってはいないっちゃいないかな、うん、今月じゃない、来月発売予定の、ホライゾン、フォビドゥンウェスト、私買う予定ではいるんですけど、一応いるんですが、一応そちらもプレステ4とプレステ5両方で出るんで、まあ別に持ってなくても遊べるし、英雄伝説黒の奇跡の2も、まあ、プレステ4プレステ5で出るんで、まあなくても遊べる、じゃあ遊べるんで、ね、そんなめっちゃ絶対手に入れたいっていうものでもないんだけど、でもまあ欲しいっちゃ欲しいね、うん、まあそんな感じで、はい、まあ、私のプレステ5から手に入らない話はどうでもいいんですけど、とりあえずプレイステーションジャパンさんで米津玄師さんのプレイステーション新 CM が公開されたという話でした。はい、これはまず一つ目だね。で次が現在進行形のお話で、このクドラジでもねおすすめしてるんだけど、アニメの中国アニメの時効代理人リンククリックっていうアニメがあるんですが、そちらでですね、なんだろうね、これアニメ内で使われてる BGM かな、うん、ですが、12時間限定でそのなんていうの、作業用 BGM かとしてあのアニプレックス YouTube チャンネルさんで配信されています。はい、多分ねこれ毎週やってるんだと思うんだよ、毎週月曜日かな、で多分これ夜中にスタートしてんのかな、これ、うん、夜で12時間限定だから、これ多分ね12時間限定、何時からスタートしてんだこれ、10時間前に配信開始済みだから夜の10時くらいからやってるかな、もしかしたら、うん、まあなんか夜中やってるので、まあ、夜なんか作業する人がなんか見てみたら面白いんじゃないかなと思いますけどね、うん、私も結構そのねカフェの BGM とかなんかローファイチルアウトっていうのかなみたいな BGM 使ったりとか結構しますけど、はい、まあ、そんな感じであの時効代理人のアニメ内で使われた BGM を、まあ、12時間限定であのアニプレックス YouTube チャンネルさんで公開されてますので、あの月曜日の朝、まあ、夜から朝にかけてなんか作業したりとかなんか勉強したり読書したりみたいな BGM に使えばいいんじゃないかなと思います、うん、今日公開、今ねもう今あの収録してる8時47分なんですけど、朝の時点でもまだ公開されていますので、ちょっと待ってね、うん、ちょっと音は流せないけど、うん、今公開、もうリアルタイムライブ配信で公開され、あ、これプレミア公開か、これライブじゃないわ、プレミア公開だね、うん、
て公開されてますので、はい、よければ見てみたらいいんじゃないかなと思います。今日のタイトルは Dive into Chill シャープ3ですね、はい。まあ、人数はそんなにいないですね、人は今29人くらい、まあ、海外の人が多いかな、うん。まあ、時間的にもねえ、だしコメントもかなり少ないけど、まあ、この朝のこの時間から作業してる人はあんまりいないかね。私みたいな日本人でこの時間帯にねえ、なんか一人作業してる人はそんなにいないかな、うん、だと思いますが、まあ、あの BGM としてはなんかすごいなんか落ち着いた本当にまあ作業 BGM に最適かなと思いますので、よければそちらも聞いてみてください。はい、これが2つ目です。はい、で3つ目、これが最後かな。昨日の夜の配信で異世界美少女ジュニコージさんとっていうねアニメの話をしたんですが、昨日、まあ、その配信終わった後に、異世界美少女ジュニコージさんの、公式サイト行ってみたんですよ、うん、で行ってみてちらーっと見てたんですね。そしたらまあ、これ1月7日の、 あの情報っていうかあれなんだけど、私があの今今期入ってるアニメで、まあ、大好きなアニメ作品のプリンセスコネクトリダイブシーズン2と、コラボイラストが公開されています。はい、あの、まあ、イラストでコラボイラストなんで別に何かあるわけじゃないんだけど、あのプリンセスコネクトの3人、キャルちゃんとキャルちゃん、ペコリーヌ、コッコルちゃんの3人と名前なんだっけな、まだ名前がね出てこない、この美少女ジュニコおじさんの名前なんて言うんだっけ、あ、立花だ、立花、ひなた、立花ひなたかな、うん、が、まあ、コラボというか同じ、多分このイラストは多分そのプリコネの美食殿の多分家だと思うんだけど、で、あの美味しそうなご飯を、まあ、4人で食べるっていうイラストですね。はい、なんか肉食ったりハンバーガー食ったりイカ焼きかな、イカ飯かな、これ食ったりパン食べたり魚食べたりスープ飲んだりみたいな感じでなんかワイワイしてるようなイラストが公開されています。まあ、微笑ましいんだけど、これよくよく考えるとプリコネの3人メンバーはいいんですよ。まあ、まあ、美少女3人だからいいんだけどね、これここにいる1人はその立花ひなた美少女はこれ中身おじさんだからさ、ねえねえ見た目は確かに美少女なんだけど中身おじさんなのでちょっとふーんみたいな感じになりますけどね。はい、まあ、そんなあのコラボイラスト公開されてたよっていうお話でした。まあ、1月7日に公開されてるもんなんでね、もしかしたらもっともうすでに知ってる方もいるかとは思うんですが、はい、私は初めて知ったんで、うん、そうなんだよね、確かね、原作がサイゲームズなのかな、なんだっけ、そうです、原作がねサイゲームズなんだよね、この、美少女ジュニコおじさん、原作って言っていいのかな、ちょっと待って、原作は池澤誠かな、鶴崎優でサイゲームズっていうふうに書いてあるんで、まあそれでコラボなのかな、うん、あのプリンセスコネクトもね、元のゲーム自体が、サイゲームズの、はい、ゲームなので、まあこの2作品のコラボレーションっていう感じなんだろうね、うん、まあイラスト自体は本当にあの微笑ましい、あの中身がおじさんだって分かってなければ本当にただの美少女4人の、あの美味しくご飯を食べて食卓を囲んでいるっていうイラストなのでね、うん、ぜひ一度あのホームページを訪れて見てみたら面白いんじゃないかなと思いますけどね、うん、
やっぱりどうしても中身がおじさんなんだなって思っちゃうとあれだからね。はい、まあ、そんな感じで昨日の補足みたいな、はい、情報でした。よし、そんなところかな。うん。で、これもまた昨日言い忘れたんだけど、2021年の秋アニメの振り返りもやるって言ってたんだけどね、この土日でね、うん、昨日一昨日でやるって言ってたんだけど、テイルズオブアライズの配信が思いのほかちょっと長くなってしまったんで、ね、2時間はいかないけど2つ合わせて1時間45分ぐらいになってしまったんで、まあ、ちょっとまた次の週に、今週末ぐらいに回そうかなと思います。うん、はい、多分今週もいけると思うんだけどね。今週もそんなに忙しくないので、どこも出かける予定ないし、はい、なのでまた今週末にでも2021年秋アニメの振り返りをやろうと思いますので、よければ聞いてくれたらいいなと思います。それではまた次の配信でお会いしましょう。皆さん頑張っていきましょう、仕事。はい、バイバイ。